もじゃあリップ買って。これ使おうか。これチーク。でね、ナチュラル。これあとね、あ、そうか。まつげとかいろいろあるんや。じゃちょっと、ま、アイメイク、とにかくぐだぐだやっとらんで、アイメイク完成させていきましょう。で、ビューラーで、ガじゃない、ガじゃない。ちょっと上げてって、マスカラはちょっと塗らずに、上げてからの、これも100均。すごくごく細めのナチュラルなつけま。すごいナチュラルなんですよ、これ。だからあんまりがっつりメイクしたくないなって時はこれを使うんですが。で、チークなんすけど、まあこれ、リップにもチークにもなるやつなんで、両方に使っていこうと思います。ちょっとね、チークなんて普段塗らないんだよね。あお、一つ忘れ物。あお。ちょっとだけ、例のさっきの白、ここ、ハイライトをちょっとだけ。気持ち。これでハイライトをちょっと気持ち入れていきます。いつもハイライトだけはきちんと入れますね。うん、ちょっとほら、光の加減でギラギラ光って見えてるんではないでしょうか。自分にはよく見えないんだ。あ、見えた見えた。で、シャドウとかは入れません。ちょっとこいつで、チークをじゃあ塗っていこうではないか。ちょっと若干硬くなってるけど、ちょっとだけ。これなんかトン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 ってするとふんわりついてくる。ちょっとあんまつきすぎたらなんかお手もやんみたいな。うわ、歯みたい。つきすぎたな。またつきすぎやん。若干取る。若干取る。ナチュラルじゃねえよ。あ、つきがいいな、おい。ちょっとぼかして。ぼかして。今ね、ここの目の下に入れるっていうのが一番流行りみたいなんですけど、あー、なんかつきすぎたらティッシュでオフしましょう。よし。なんかライトの具合でありかな。どうだろう。あ、なんか、馴染んできた。で、リップもじゃあこれでちょっと指を変えて、で、これ優しい色なんじゃねえの。なかなか優しい色だよ。できんねん。喋れてねえや。輪郭は描かない方がいいかなって思うので、ナチュラルやったらこんな感じで。うわ、なんか濃く見える。なんで画面やったらこんな濃く見えるん。で、もういいだって言うました。マジ小学生。ティッシュでオフして。こんぐらいでいいんじゃない。なんか眉毛だけすごい太く見えるよね。なんかぼかすやつ持ってないからな、おい。あと30分何に始まったの。
だよこの、あーそっかー、まあいいよ、気にしない気にしない、よし、じゃあちょっとつけまをつけていこうと思います。あ、その前に下まつげですね。下まつげは、下まつげはまずこのベースまつげのなんて書いてあるの、まあなんせまあよく見えないんですけど、こんなん書いてある。あー、ちょボケるなおい。こんな感じ、こんなやつです。逆さまやん。こんなやつ。なんて書いてある？マスカラベース。あ、あれ？これと同じメーカーや。これこの何だっけ、コンシーラーと同じメーカー。忘れんなよ。これ下まつげに。下まつげと短いんですよね。うん、余計なとこにたく、なんかビール、なんかビールに聞こえた、鏡代わりに使うな。このベースを塗ると、うん、なぜマスカラの付きがすごくいい、あと取れてってパンダ目になったりしないというね、うん、優れものなんですよ。それはいいじゃない、うん、この後ここなんか全然ナチュラルに見えん、ちょっとね、あ、こうやって見たらわかるかな、なんか部屋汚いのバレバレやん、ほらこういう感じ、もう最初からこっち向いて撮ればよかったかな、うん、いいんじゃない、こんな感じです。どうでしょう、まだやけど、ちょっと待って、とりあえずこのままちょっと一回完成させますわ。はい、でじゃあこれ下まつげの、これベースはすぐ乾くので、100均のマスカラなんて書いてあるの、あの毎回なんて書いてあるっていうのやめようぜ。あーっとコレクションロングラッシュマスカラこれもダイソーさん、ひどすぎる、確かダイソーさんやったと思う、今のところダイソーばっかか、セリア一個もなしか、ひどすぎるよマミー下まつげにだけ塗ります。マスカラ塗るときでこうなるよね。やべえ、おいね、王の口になる。おおって。おお。やるかな。ほら、よし。もう今日つけていくよ。こう普段のメイクでもこんなに時間かからんわ。ナチュラルメイクって逆に難しいな。いつものメイクでよかったんじゃない？いつものメイクはなんかね、あのネイルちゃうちゃう、お家でネイルっていうチャンネルでいつものメイクなら大昔に載せたんすけど、大昔、何年前かな、でも使ったシャドウとか同じやから、うん、うん、そんな変わらんのか、うん、あはい、じゃあつけまつげ、これねビューラーしただけでマスカラはつけません。このこれもあのこれはどこや、キャンドゥで買ったつけま用のピンセットみたいなやつ、どこやって覚えとけ、あーこれだけ100均じゃねえ や、 あのみんな大好きつけまのり、あの一番いいやつね、一番いいやつ、忘れんなよ、ドンキで980円ぐらいの、まあまあいい値段っすよね。でもかれこれどうや、まだ1年経ってないか、うん、経ってないね、うん、あれ秋頃にこれ買ったんやけど持っとるわ、持っとるわ、なんか5日に1遍ぐらいメイクするんですけど、旦那の休みに合わせて、あの買い物とか行くのに、まあ昨日はすっぴんで行ったけど、全然5日に1回じゃねえじゃん。
こいつを貼り付けていくぜ。よっ、チェケラチェケラ乗ってくんね。なんでチェケラに乗ってくんの。お、ほんとこれ自然だな。ほんとこれ自然。あ、この多分ね、後編、多分じゃねえけど後編で、これ前編ね、後編でハーフ顔メイクをちょっとチャレンジしてみたくてね。あ、なんかノリのくっつき悪。うん、目怖いね。ちょっと楽しみよね。うん、だからね、アイプチも買ってきてんけど、アイプチなんてどうなのかしら。わかる？わからんね。ちょっと待って。こうしたらわかると思うけど。ちょ、うちらごちゃごちゃしていることは気にしないでください。もう後でもう、ほらほら。ちょっと、なんかもう、百均なんて、所詮こんなもんだよな。こっちがつけまつけない、つけてない方、こっちつけた方。ちょっとこっちは反対もやるよ。カメラ傾いてほしい。ちょっと待って。なんかね、カラコンしてると物が見えねえ。なんだ。あまりにもこれナチュラルすぎてあれだよな。あれとは。なんか。メイクしたのにメイクしてないみたいみたいな感じやな。まあそれがナチュラルメイクだからね。うん、あ、そうやな。それが良さか。バカ野郎、うん、まあ、男子受けはいいかもわからんな。うん、まあね、あんまケバいと顔がうるさいよね。そう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 、顔がうるさい。あれ、若干目の幅とこのまつげの幅のあれが合ってねえぞ。やばいやばい、ここに乗りついたらなんかもう頭大変なことになるんだよね。あら、あら、どうなって、こうか。もうほんとハーフ顔とかできるんかな。こんな平べったい顔なのにハーフ顔になるんかな。お、できた。特徴なんでしょ。よし、できたよ。はい、ちょっともう一回こっち。はい、どう、ナチュラル。あ、ナチュラルや。素晴らしくナチュラルだわ。なんだよ。なんかもう、あー、もう嫌や、もうこのうちの汚さという昭和の感じという、もうそんなとこ見ないでね、みんな。見るでしょ。どうすか。ええー、おー、なんかちょっと若く見えるじゃねえの。うん、カラコンパワーかしら。カラコンパワーみたいんじゃない、うんうん、さあ、じゃあこれ何のアピールタイム。前編ナチュラルメイク完成。イエーイ。ってことで、後編スタート。早い。カメラの位置変えるわ、うんうん、で後編はハーフ顔メイク、ハーフ顔外国人みたいな、うん、やっちまいます。やってみます。マジでほんとごちゃごちゃしてんな。あっちに鏡あるから、やってみたいよね、うん、というわけで前編終了、終了、後編に続く。